個人番号とは個人の識別番号として日本において行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき各市区町村から住民に指定される12桁の番号である。通称はマイナンバー。個人番号は市区町村長が住民票を持つ人に不満する12桁の番号であり社会保障税 災害対策の3分野で情報を効率的に管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために使われる。2015年10月5日から個人番号の指定が始まり、2016年1月からは行政手続きにおける個人番号の利用が開始された。住民基本台帳、ネットワークシステムと 個人番号制度を併用することの効率性については賛否がある。なお法人や団体などには個人番号の代わりに番号法に基づき法人番号が指定される。法人番号には利用目的の制限はない。個人番号が正式名称でマイナンバーは通称である。2015年10月現在、日本国政府がマイナンバーの商標権を保有している。 個人番号及び法人番号を調税、社会保障などの手続きに使用する制度を社会保障、税番号制度、マイナンバー制度、または共通番号制度といい番号法に規定されている。英字の頭文字をとって MN とも番号制度の検討段階では番号は国民 ID や共通番号と呼ばれていた。当時、マイナンバーという名称は NTT グループが光で2020年現在も使用中。日本国政府は2011年2月から3月にかけて共通番号につける名称を公募した。807件の応募の中からの選考を経て共通番号の名称はマイナンバーに決まったと番号制度創設推進本部が2011年6月30日に公表した。この共通番号 マイナンバーは法案の検討段階で個人番号と表現されるようになった。そして法令では個人番号の用語が使用されたためこれが正式名称となった。個人番号は住民票を持つ在日外国人にも指定されることから日本国政府は日本語の二26の言語で個人番号に関する情報を提供している。個人番号の指定を受けるのは 日本の市区町村に住民票がある住民全員である。これには日本国民と外国人の両方が含まれる。日本国籍のうち個人番号の指定の対象外なのは2015年10月5日以降一度も日本の市区町村の住民票に記録されたことのない在外日本人である。この場合、帰国して日本の市区町村のいずれかに転入届を出した際に 個人番号の指定を受ける。また、日本国民のうち、戸籍法の適用を受けない者は、日本国内に居住していても、個人番号の指定の対象外である。天皇、皇族がこれに該当する。次の四類型のいずれかに該当する、在日外国人は、個人番号の指定を受ける。日本に住所を置く外国人のうち、外交の在留資格で在留する、外国政府の駐日大使館。 両時間に勤務する特命全権大使や特命全権講師や外交官とその家族、公用の在留資格で在留する在日米軍の軍人とその家族などは個人番号の指定の対象外である。個人番号は数字12桁である。これに対して住民票コードは11桁、法人番号は13桁であるので、桁数によって個人番号、住民票コード、 法人番号を区別することができる。個人番号12桁の途中に、ハイフンやコンマやスペースを置く決まりはない。個人番号カードでは、123456789012 12のように4桁ごとにスペースを挟んで印刷されている。また、申告書類の記入枠でも4桁ごとに区切られている。個人番号の12桁のうち、左側の11桁は、 住民票に記録されている住民票コードの変換により得られる番号である。住民票コードそのものを個人番号としない理由について内閣官房は住民票コードはもともと今回のような利用を想定しておらず運用の大幅な改変が必要になることやパブリックコメントの多数意見が新しい番号の利用だったこと等と説明している。11桁の住民票コードを 個人番号中の11桁の数字に変換するための変換式は公開されていない。個人番号からその元になった住民票コードを復元することはできない。個人番号の末尾の一桁は検査用数字であり、左側の11桁に基づいて計算される。左側の11桁から検査用数字を計算する方法は公開されている。各人の個人番号は、 他の誰の個人番号とも異なる。結婚、転居などで個人番号が変わることはない。また司法での親子関係不存在確認などによる無戸籍状態化及び集積でも個人番号は変わらない。個人番号が情報漏えいして不正使用の恐れがある場合に限り、従前の番号を廃止し、新たな個人番号の指定を受けることができる。 住民票コードは不正使用の恐れがある場合に限らず本人の請求により変更できるが住民票コードの変更と個人番号の変更は互いに影響しない個人番号と個人の属性との間に関係はないよって個人番号の解析により持ち主の属性が明らかになることはないし住所、性別、生年月日などに基づいて 個人番号が推測されることもない。この点、戸籍地、性別、青年月日などをもとに構成される中華人民共和国における公民身分番号、大官民国における住民登録証の住民登録番号とは異なっている。個人番号の指定を受けるために本人による手続きは不要である。個人番号の指定と通知は市区町村長が 住民基本台帳の記録に基づいて職権で行う。同じ個人番号を複数の人に対して重複指定することがあってはならない。そのため各人に対して指定する番号の生成は日本全国の都道府県市区町村が共同で運営する地方公共団体情報システム機構が一手に引き受けている。具体的には市区町村の端末から 住民の住民票コードを j イリスのコンピュータシステムにオンラインで送信すると j イリスのサーバーがその住民票コードに対応する番号をコンピュータによって決定し市区町村のコンピュータ端末に返信する市区町村は j イリスのシステムから受信した番号を住民の個人番号として指定しその住民に通知するよって住民本人や市区町村の職員が その住民の個人番号とする番号を恣意的に選ぶことはできない。個人番号が情報漏えいして不正に用いられる恐れがある場合は、住民本人からの請求、または市区町村長の職権により、個人番号を変更することになっているが、この場合も、新しい個人番号は J リスのサーバーがランダムで決定し、J リスの職員や住民本人や市区町村の担当者に、 選択の余地はない。自分の個人番号は次の4種類に記載されている。また、個人番号は、保有個人情報開示請求制度を利用することによっても知ることができる。税、社会保障、災害対策に関する事務のために、他人の個人番号が必要な場合は、利用目的を明示して、本人、または本人以外から個人番号の提供を受けることができる。 自分と同一世帯の人の個人番号を収集することは他人には当たらず差し支えない。給与所得の厳選徴収票給与所得者の扶養控除等申告書。個人番号の提供が求められる例は以下のようなものがある。なお、これらの中には個人番号が原則として必要とされているものの記載せずとも手続きを進めることは可能な例や、 個人番号を記載することで添付書類の省略が可能となる例が存在する。情報提供ネットワークシステム情報提供ネットワークシステムはマイナンバーのポータルサイトで2017年7月18日に使用開始2017年11月13日より本用が開始された。マイナポータルにて利用できる内容は以下を参照されたし、 他人の個人番号を使って他人になりすますことを防ぐために個人番号の持ち主本人から番号を収集する際には顔写真付け身分証明書などによる身元決められた場合以外に個人番号を他人に教えたり他人に個人番号の開示を求めたり他人の個人番号を収集したりすることは禁じられている個人番号の施行により これまでの年金手帳は必須ではなくなった第15条難人も、第19条覚悟のいずれかに該当して、特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない。第20条難人も、全条覚悟のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、または保管してはならない。第9条で定める、行政機関、 地方公共団体、独立行政法人等は、その事務処理において、個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で、個人番号を利用できる。日本国政府は、個人番号を導入すると次の効果があると、説明している。以下のような具体的な効果も指摘されている。2020年5月25日以降、市区町村から住民への個人番号の通知、 個人番号通知書は、公実の通知カードと異なり、個人番号を証明する書類には当たらない。個人番号通知書を紛失した場合、再発行は行われない。2020年5月24日まで、市区町村から住民への個人番号の通知は、通知カードの送付によって行われていた。新規発行や、再交付の終了後においても、減損する通知カードは、 点面上の記載事項に変更がない限りは、個人番号を証明する書類として使用することが可能である。また、個人番号カードの申請は引き続き可能である。この通知カードは、個人番号カードの交付を受ける際に、通知カードは、市区町村に返納する必要がある。通知カードは、運転免許証、キャッシュカードと同じ大きさの紙で、偽造防止のため、 国立印刷局が印刷した透かしが入る。通知カードを偽造すると、スキーレガミ製造取締法違反で罰せられる。通知カードの表面には、個人番号、氏名、住所、性別、青年月日などが印刷される。通知カードには、持ち主の証明写真や住民票コードは掲載されないし、IC チップは入らない。口実の個人番号カードとは異なり、 通知カードにあらかじめ決められた有効期限はない。また、個人番号カードとは異なり、身分証明書としての利用はできない。2016年には、通知カードを住民票に記載されている住所に、日本郵便の簡易書き留めで発送をしたものの、尋ね書なしや、受け取り人が引き取らないなどで、通知カードが役所に返送される事態が起き、発送した。 市区町村では通知カードの保管場所に苦慮した。また、総務省は当時、通知カードの保管期限を明確にしていなかったため、平成28年10月時点で、約170万通が差出人に届かず、保管場所がないなどの理由により、通知カードを破棄する地方公共団体も出た。個人番号カード公的個人認証サービスを利用する場合に必要な非接触型 IC。 カードリーダー、ライタ個人番号カードは、希望する住民に対して、作成される IC カードであり、交付手数料は、当面の間無料である。個人番号カードの交付を受ける際、通知カードや、住民基本内庁カードの交付を受けている場合は、市区町村へ返納する必要がある。住民基本内庁カードの後継となるもので、個人番号を証明する書類を、はじめ、 公的な身分証明書や様々な行政、民間サービスを受けることができる IC カードとして利用することができる。通称マイナンバーカード。個人番号カードは運転免許証、キャッシュカードなどと同じ大きさのプラスチックカードである。個人番号カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限などが印刷され、本人の顔写真が掲載される。 裏面には個人番号、氏名、青年月日が印刷される。個人番号カードは IC カードであり、カードに埋め込まれた IC チップには、県面記載事項のほか、住民票コードが記録される。住民基本台帳カードと同様、IC チップに公的個人認証サービスの電子、証明書が記録できる。IC チップの記録の読み出しのために、4桁の 暗証番号が設定される。個人番号カードには有効期限がある。20歳以上の日本国民の場合、発行後10回目の誕生日までが有効期間である。住民基本台帳、ネットワークシステムは、従来の基本4情報と住民票コードに加えて、個人番号を管理する要回収が行われた。地方公共団体において、個人番号制度の運用のためには、 住民基本台帳、ネットワークシステムの利用が前提になる。住民基本台帳、ネットワークシステムが同時から非接続だった福島県東白川郡山釣町は個人番号制度へ対応するため2015年3月30日に住民基本台帳、ネットワークシステムに接続した。日本において日本国政府が 国民につけた番号を行政の様々な分野で利用しようという議論は過去に何度もあった。しかし、税務分野で利用できる番号は長年実現しなかった。1970年、政府は各省庁統一コード研究連絡会議を設置し、省庁統一個人コードの研究を開始した。当時、1971年末までに全国民に、 省庁統一個人行動を付与することを計画したが、議論は立ち消えとなった。議論のスタートは、世界の銀行間決済を一気にオンライン化するプロジェクトに並行していた。第一次太平内閣の政府税制調査会が1978年12月に提出した答申では、小学貯蓄非課税制度に関連し、利子、配当所得の適正な把握のため、 いわゆる納税者番号制度の導入を検討すべきであるという意見を紹介しつつ結論は出さなかった。また、翌年の答申では現時点においては納税者番号制度を導入するために十分な環境整備が行われているとは言い難いという認識が示された。1988年2月政府税制調査会に納税者番号統検討省委員会が設置され、 この省委員会は同年12月に報告書を公表した。また1989年2月には関係14省庁の担当者からなる税務等行政分野における共通番号制度に関する関係省庁連絡検討会議が発足した。1994年には自治省が住民記録システムのネットワークの構築に関する研究会を設置した。この研究会では 住民票コードの納税者番号制度への利用についての検討も行われた。1997年1月、厚生省は10桁の基礎年金番号を導入した。1999年、小渕内閣が第145回国会に提出した住民基本台帳法の改正案が成立した。この改正法の施行により、2002年8月から住民基本台帳、 ネットワークシステムが稼働し、住民票に11桁の住民票コードが付けられた。2009年6月に麻生内閣が決定した経済財政改革の基本方針2009には社会保障番号、カードを2011年度中央目途に導入することが明記された。しかし麻生内閣はこれを実現しないまま衆議院を解散した。民主党は2009年夏の 第45回衆議院議員総選挙で勝利を収め、政権の座についた。同党が掲げた選挙公約の一つが、所得の把握を確実に行うために、税と社会保障制度共通の番号制度を導入する、であった。番号制度は、民主党と関係の深い日本労働組合、総連合会が最重要課題に位置づけていた、ものであった。二0十二年の三党合意にて、 社会保障制度改革推進法が成立。その第5条にでは、年金記録の管理の不備に起因した、様々な問題への対処及び社会保障番号制度の早期導入を行うことと定められた。政府、与党内の検討を経て、2012年、野田内閣が番号制度関連三法案を第180回国会に提出した。しかし、この法案は、 同年の近いうち解散により廃案となった。同年の第46回衆議院議員総選挙後に誕生した第二次安倍内閣は2013年番号制度関連4法案を第183回国会に提出した。内容は野田内閣が提出した法案を手直ししたものであった。この法案は衆議院による修正を経て自由民主党、公明党の与党のほか。 野党の内民主党、日本維新の会、みんなの党などの賛成により成立した。番号制度関連法の成立を受けて、連合は事務局長名で連合結成以来の最重要課題として力を入れて取り組んできた番号制度が今国会で導入されるに至ったことを高く評価すると表明した。経済同友会はマイナンバー関連法案が参議院にて可決。 成立したことを歓迎すると表明した。また、日本経済団体連合会も番号制度の早期実現を求めていた立場であった。一方、日本弁護士連合会は、本法案には、日本社会の今後のあり方や財政に重大な影響を与える問題があるにもかかわらず、十分な審議に基づく、抜本的な見直しを行うことなく、 国会が接続に本法案を成立させたことは極めて問題であり、強く抗議するという会長声明を出した。2015年10月5日に日本国内の全住民に対する個人番号の指定が始まった。2016年1月からは行政手続きにおける個人番号の利用が開始された。二0十六年に一月時点では個人番号の利用範囲は法律で税、 社会保障、災害対策の3分野のうちの特定の範囲に限定されている。ただし、近い将来に3分野以外でも個人番号の利用が開始されることが確定している。ありがとうございます。